私もう行かなきゃ。ゆきねくん、勉強はまた今度でいい？次までの宿題は中に入ってるから。あ、うん。じゃあ。ひより！ひより、本当に忘れちまったのか？俺のこと、思い出せないのか？じゃあ、一緒に布団に入ってくれ。そうすれば、俺と病院で会ったことも思い出せば。